よし、撮影も終わったし、取り込んで編集しますかね。ということがありましてね、SD カードを買ってきたわけなのですよ。あ、ごきげんよう、ナミビアさんです。この人 SD カード買いすぎだろうと、無理さんだぜ。SD カードのヘビーユーザーの皆さんなら経験があるかと思いますが、フラッシュメモリには寿命があります。途中でファイルが壊れたり、書き込みに失敗したりということがあるわけですよ。壊れるのは避けられないですが、少しでも耐久性のあるカードはないのか、探してみました。ほう、変わったカードだ。ん？なんだ紫か。それはウエスタンデジタル。まあ用途としては似たようなもので、防犯カメラの24時間連続録画用の高耐久モデルですね。私は、長回しを良くするので、ちょうど良かったですよ。パソコンのハードディスクに、エンタープライズ向け高耐久モデルを積むのと同じです。ごく一般的なことです。一般的とは何だったのか。最大1万時間の連続録画に使えるとのことです。128GB でだいたい2時間半録画できるので、約4000回録画できる計算となりますね。超寿命です。普通の SD カードの寿命を知らないんだけどな。カードのスペックは、スピードクラス10、UHS スピードクラス3、ビデオスピードクラス30です。動画用としては、4K 動画記録に十分なスペックと言えるでしょう。パッケージには、アダプタと本体がセットで入っています。サンディスクのマイクロ SD カードといえば、赤と黒、赤とゴールドといった色のイメージですが、こちらのカードは白、金色で書かれたハイエンデュランスの文字が眩しいぜ。こちらのカードは、日比谷公園や東京タワーの撮影で使いましたが、動画記録用として普通に使えています。実際に長持ちするか、これから検証していきたいと思います。何かあったら、また動画を出すつもりだ。この SD カードの動画が出ていないなら、壊れていないと思ってくれたらいいぜ。それでは、人柱レビューの開始です。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。